どうも、沼さんです。皆様おはようございます。今回ですね、最果てのパラディンの第2話の感想ですね。こちら語っていきますんで、気軽に聞いていってください。というわけで、早速ですね、感想の方入っていくわけですが、まずは一つ目ですね、教わることはというところで、ウィルが13歳になってもですね、 ガスやブラッドからいろいろとこう教わっていたわけなんですが、まあ、その教わる内容がですね、どんどん難しくなっていっているんだけど、まあこう、そこにね、食らいついていくっていうウィルがですね、なかなか偉いなっていうふうに思ったりしました。またね、こう、ガスのウィルがですね、ギブアップするっていうのを待ってるかのような量の課題とかをね、 すごいすごい量を出していたわけなんですが、まあなんていうかね、こうガスとしても教えたいことがまだまだね、山ほどあるんだっていうふうに思うとですね、まあちょっとほっこりしたところではありました。それとですね、こうマリーを助けようとして、まあその時にできた火傷の傷ですね。まあこれもウィルがですね、あえて残してるっていうところもですね、 まあ男の勲章として残してるっていうところで、まあなかなか、うん、男らしいことをするなあっていう風にもね、思ったりしました。まあでもなかなかね、こう、まあ5年という月日が流れてもね、相変わらず平和な感じがすごくいいなっていう風に、このあたりのシーンをね、見ていて思ったりはしました。まあにしてもね、こう冒頭でのウィルとこうガスの あの、先人と雷神の話ですね。あっこでの、こう、まあ、神の善悪ですね。まあ、これに関しては、信仰する者が決めているだけであって、別に、こう、善悪は、そうそうこう、決まってるもんじゃないっていう話ですよね。なんか、そういう話もですね、なかなか奥が深いなあっていうふうに感じました。そういうところで、まず、一つ目の感想である、教わることは、 というところ、終わっておきます。でですね、次、二つ目の感想に入っていくんですが、ガストの戦いと、ガストの戦いというところで、ビルがですね、ブラッドに言われて、地下街からの脱出っていうことをね、することになっていたわけなんですが、まあ、そこでね、まさかのガスト戦闘になるっていうことが起こってましたね。 まあ、とはいえ、この時のガスの行動はですね、まあ、ブラッドもマリーも知らなかったっていう、ま、まあ、知らなかったっていうか、まあ、気づいてなかったっていうことを考えるとですね、まあ、この時の行動はですね、ガスの独断だったんだろうなーっていうのは、まあ、わかる感じではありました。まあ、でもね、どうしてガスがあの場でビルにこう攻撃を仕掛けてきたのかっていうところですね。まあ、そこが、 分からずじまいだったわけなんですが、まあ、これがどういうことなのかっていうところで、まあ、ちょっと気になるところではありますねまたねこうガスの魔法での攻撃に対してビルはですねゴーレムを破壊したこと以外はねこう、まあ、魔法をこう避けるとかね、まあ、逃げているだけだったんですが、まあ、最後のところでですねガスへこう槍で攻撃を仕掛けるいうこと っていうところの、まあ、その、なんていうかね、精神的な、まあ、覚悟というかね、なんかそういうところが見ていて、辛いところではありましたね。まあ、実際、ウィルがね、こう、自分を殺してもいいって涙を流すところなんかはですね、まあ、特にこう、なんていうかね、辛かったな、っていう感じでした。まあ、そういうところで、二つ目の感想である、ガスとの戦いと、 いうところ終わっておきます。でですね、次、三つ目の感想に入っていくんですが、成人の日に向けてというところで、ウィルがですね、成人の日に向けて、こう、日々を過ごしていたわけなんですが、こう、ガストの関係がですね、何でもないように見えて、まあ、ちょっと、こうじれていたりするんだっていうところがですね、 ちょっとこう、なんていうかね、早く、こう、なんていうかね、元の関係というかね、まあそういうところに戻ってほしいなっていう風に思ったところではありますね。まあとはいえ、ウィルがですね、地下街で集めてきた効果を使ってですね、こうガスとブラッドの二人とですね、こう爆地をしてマリーに怒られるっていうところはですね、なかなか 面白かったたところではありましたね <laughs> そうなかなかね爆地をまあ何て言うかね最初はウィルもそんなハマる感じではなかったんだけどやってるうちにはまってるっていうところもねなかなか爆地の怖いところだなっていう話ですねまたねガスが成人の日までにですねブラッドが一騎打ちを挑んでくるっていうふうに言っていたわけなんですがまああの時にですね わざと負けるようにビルに言った真意がですね。まあ一体何なのかっていうところで、まあちょっと気になるところではありますね。そう。なぜこう負けるように言ったのかっていうところがね、まあちょっと謎だったなっていう話と、まあそれと、こうマリーやブラッド、ガスの、こうまあ神への誓いの話ですね。まあこれもなかなか3人の個性が出ていて面白いなっていうところでは、 あったんでですすがが、まあ、ウィルがですねどの神様にどんな誓いを立てるのかっていうところもね楽しみなところではありますね。まあ、そういうところで3つ目の感想である「成人の日に向けて」というところ終わっておきます。でですね最後にというパートに入っていくんですが今回ですねウィルが着実に成長していっているっていうことが まあ見れた回だったわけなんですが、まあガストの中がですね、こじれていたりするっていうところはね、まあ早く関係がね、まあ元通りに修復されてほしいなっていうところではありますね。また地下街でですね、手に入れた伸縮式の槍ですね。まあ今後もウィルがね、メインで使う武器になったりするのかなっていうところで、まあちょっと気になるところではありますね。 それと、どの神にね、どんな内容の誓いを立てるのかっていうところもですね、まあ、次回で明らかになりそうな感じがするんで、まあ、それがね、今から楽しみなところではあるという話で、まあ、とりあえず、次回の話からですね、どんな風に話が進んでいくのか、まあ、それが今から楽しみで仕方がないですというところで、今回の最果てのパラディンの第2話の感想ですね、 こちら終わっておきます。でですね、先週第1話の感想もね、喋ってますんで、よかったらこっちの感、まあ、こっちの放送もですね、聞いてみてくださいという話と、今日は他にも2本更新しておりまして、セレクションプロジェクトの3話の感想と、異世界食堂の2期の3話の感想ですね、 この二本更新してますんで、よかったらこっちの二本もですね、合わせて聞いてみてくださいという話と、明日はですね、先輩がうざい後輩の話の第2話の感想と、ブルーピリオドの4話の感想、そしてですね、無職転生の14話の感想と、大の大冒険の第54話の感想ですね、この4本、 1,2,3,4と更新しますんで、よかったら明日もですね、ラジオの方聞きに来てください。というわけで、本日1本目のラジオの方終わっておきます。以上、沼さんでした。それじゃあまたね。バイバイ。